インコでですすか、ちょっとね、小耳に挟んだんだよそれ、あの車の運転中にインコに気を取られてハンドルがちょっとうまくいかなくってで、えーまあ、ちょっとねお子さんの群れに突っ込んじゃった2人ぐらいお亡くなりになったんですかね幼い命がんかねそのいろんな不幸がここにはあると思うんですよそのインコをこれからも育てていくんだろうかどうかっていうこととか もちろん加害者の方も被害者の方も一気にパワーになりますからね全ての喜びがなくなって多分お子さんを「いってらっしゃい」って送り出したお母さんお父さんもそれがあれが最後だったのかそれが分かっていればとかねでインコ気を取られて事故を起こしたドライバーさんもこんなことが分かってるんだったらインコなんてって思ったかもしれない。だからねどんな 人生の終わり方でもやっぱり悔いは残るんですよね。なんで悔いが残るかっていうと死が突然来るそれもあるでしょうけども明日やろう明日やろうと思ってたことをやらないままに人生が急に締め切りになるってことが突きつけられるからなんですよね。だからこういう言葉があるんですよ。墓の中には自分が思ったことを明日やろうと思った人でいっぱいですという言葉です。いってらっしゃい。